2018年6月18日8時生まれ故郷のミャンマーに凱旋し涙する森崎ウィン、俳優の森崎ウィン、27、が日本テレビ系特番。た、発言 X、 あの言葉で人生が劇的に動いた。20日、6時、で生まれ故郷のミャンマーに凱旋を果たしたことが17日、分かった。MC をネプチューンが務め、今年、人生が変わった芸能人のターニングポイントとなった、発言、にスポットを当てた同番組。前の巨匠、スティーブン・スピルバーグ監督の映画、レディープレイヤー1のメインキャストに抜擢され、ハリウッドデビューを果たした森崎は10歳の時、ミャンマーから来日。日本での苦悩と葛藤や、アメリカンドリーム、をつかむまでの軌跡が収められている。番組では、5月の下旬にミャンマーに凱旋帰国した森崎に密着。80歳の祖母と再会を果たした。祖母が明かしたある事実を聞き、森崎は大号泣。自らの原点に向き合い、忘れられない時間になったようだ。